五個町は青森県の三湖郡の町。三湖郡北部の内陸部に位置する。町内は坂が多い。総面積の半分以上を森林が占める。五個町は都市計画区域に指定されている。五個町の総面積17,782ヘクタールの内訳は以下の通り。都市計画区域、8,220ヘクタール農用地 4,、4,630。 ヘクタール森林、9278ヘクタール原野、679ヘクタール河川、水面、水路、228ヘクタール道路、691ヘクタール宅地、638ヘクタールその他、百6 3 8ヘクタール、青森県、農林総合研究センター林護試験場県南下樹、研究センターの資料からご誇町の気候について述べる。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると6.84%減の17,433人であり増減率は県下40市町村中20位以下は廃校東北新幹線が八戸平域7個とは大期間で約800メートルではあるが当庁を通過しているただしほとんどがトンネル区間であるかつては 八の兵器とこの兵器の間を南部鉄道が運行していたが、1968年の十勝沖地震の影響で廃止された。他に民間団体、五個巡環バス運営委員会が南部バスに運行委託をしている無料コミュニティバス、五のへちんちバスもあり、病院や薬局など五個町中心商店街を運行している。一国のへの地名のうち、現在のところ四個については、 地域が判明していない。ごっこ町内には、大技、豊間内実市導岸並びに、大技浅水という候補地がある。共に、浅水川沿岸であり、4km ほどの距離である。南部市祖先高校の伊豆お宗ねから始まる市の兵士も参照のこと。ありがとうございます。